術式反転。赤。化け物が。天上天下、唯我が独尊。を押し出す。挙式、紫。せーの。術式を解いている。ここ。いや、同時には使えない。五条悟り。知れないのだ。プレイじゃない。次ぜ何考えてやがる。冷酷さを持ち合わせていること俺らを払いに来るだろうと考える。領域展開無料空所。五条悟が陥らず社会復帰。偽物。俺の魂が。おやすみ五条悟。僕はな。お前はそろそろ起きろよ。いつまでいいようにされてんだスグル。やるならさっさとしてくれ。物理的時間は流れてないっぽいね。まずってな。いろいろとやばいよな。別にパンピーに見られたってよくね。呪霊も呪術も見えねえんだし。だ弱い奴らに気を使うのは疲れるよ。ほんと。それ正論？俺、ポジショントークで気持ちよくなってんじゃねえよ。寂しんぼか？一人で行けよ。いつまで遊んでる？証拠はどうした？さあ、便所でしょ。天元様のご指名だ。依頼は二つ。かっこいい。天元様曰く、肉体が一新されれば術式効果も振り出しに戻る。進化は起こらない。なるほど。メタルグレイモンになる分にはいいけど、スカルグレイモンになると困る。だからコロモンからやり直すって話ね。まあいいや。そしてかかれ。そう、万世鏡の方はなんでガキンチョ殺したいわけ。崇拝しているのは。まあ大丈夫でしょう。俺たち最強だし。だから天元様も俺たちを指名したんだろ。いやー、セーフセーフ。素晴らしい。やりすぎて怒られたくないからね。泣いて謝れば殺さないでやるよ。これがルールね。思ってたよりアグレッシブなガキンチョだな。貴様のようにどうかと死を混同している輩がおるが、それは大きな間違いじゃ。待ち受け変えた？井上若。引け。ああ、メイさんみたいに視覚共有ができればいいんだけどね。イケメンだ！お次飲む？いや。なんで目が青いんですか？お願いします。うん。呪詛師襲来。あとは察しろ。2、3、4人。みんな同じ性格校じゃ、式神か？じゃあ、どこがいいんだよ、こんなガキ。勉強は大事って話。お会いに行く様、目がいいもんで。俺の術式はさ、収束する無限級数みたいなもんで、俺に近づくものはどんどん遅くなって。今日は、超疲れんの。
こっちは無限の発散だ。取引にもわらわも行くぞ。まだお前らは信用できん。逆に言えば、途中でビビって帰りたくなってもしか。昨日から術式を解いてないな。二度とごめんだ。あんた、どっかで会ったか。問題ない。誰に言ってんだよ。残念、寄らせねえよ。読めない。神田よりなわけじゃねえ。ビビってんな。言うはやすし、俺も今までできたことねえよ。灰になってる。俺を首ちょんぱしなかったことと、頭をぶっ刺すのにあの呪具を使わなかったこと。ああ、そうか。そうだな。そうかもな。最後に言い残すことはあるか。2、3年もしたら、俺のガキが全員家に売られる。ああ、いけるね。先生、俺強いよね。いや、そっくりだなと。めぐみくんはさ、君のお父さんが全員家に対して取っておいた最高のカードだったんだよ。何年も会ってないから顔も覚えてない。今ので話は大体分かった。クラシッと。坂その下を中心に、外と同じ一般秘術師を閉じ込める帳。うん。なん。攻撃は当たる。ちげえよハゲ。この程度で僕に勝てると思ってる脳みそに驚いたって言ってんだよ。